こんにちは、言葉つなぎです。今回はチェーンの性能解説、こういったテーマでお話しします。この動画ではチェーンについてガチャを引くべきか、交換するべきか、育てるべきかなど解説をしていきますので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは早速始めます。葉っぱ、廃棄中4秒ごとに味方全員の攻撃回復系、悲劇回復系スキルの SP を1回復、対等格闘術、攻撃力プラス 5%、防御力プラス 5%、 物理回避プラス 10%、 素質1の葉っぱは配置さえすれば味方全体に作用する点は非常に便利です。攻撃回復系の強力なスキル持ちといえば前衛の星6ソーンズなんですが、ソーンズのスキル3ですね、発動のサポートができる点は非常にいいです。素質2対等格闘術はステータスが上がるシンプルなバフなんですが、個人的には物理回避プラスをなくしてですね、その分攻撃と防御の数値に振ってくれるとなお良かったかなとは思います。スキル1鞘打ち、攻撃回復の自動発動、次の通常攻撃時敵に攻撃力の 260% の物理ダメージを与え 1.5 秒間スタンさせる。確定スタンは便利なんですが、攻撃範囲が拡大しないっていうこととスタン耐性持ちにもですね、少しダメージが上がっただけってなってしまうのが厳しいところです。範囲内のスタン状態の敵の物理ダメージを上げられる W だったり、攻撃回復型で敵をスタンさせることができるバイビークと一緒に使うとですね、敵をスタンさせまくってかなり面白いこともできたりします。スキル2赤昇抜刀、攻撃回復の手動発動、前方一定範囲内の敵最大6体に攻撃力の 410% の物理ダメージと攻撃力の 410% の術ダメージを与える。スキルを発動した瞬間にですね、物理と術の複合ダメージを複数体に与えることができるので、ステージを周回する際のですね、時短に非常に便利です。ただしこれが強敵相手にダメージを通すって考えると、大抵のボスだったり強敵ですね、防御か術耐性どちらかが高いか、あるいは両方が高いっていうケースが多いので、そういった敵にはなかなかダメージが通らない印象です。特化をすることで威力が上がるのはもちろん、最大攻撃可能数も上がりますし、配置後即スキルを発動することもできるようになるので、できればですね特化を済ませたいです。チェーンをスキル2で運用するって考えた時にイフリータと非常に相性が良くて、イフリータのスキル2を使えば敵の防御と術耐性を下げられますし、スキル3を使えば大きく敵の術耐性を下げられるので、チェーンのスキル2のダメージが通りやすくなります。スキル3赤昇絶影、攻撃回復の手動発動で周囲一定範囲内の最も近い敵に対して攻撃力 260% の物理ダメージを10回与え、最後の1回で3秒間スタンさせる。10回未満かつ他に敵がいる場合攻撃し続ける。バフデバフですね、敵の防御力を下げたり、チェンの攻撃力を上げたり、敵の非ダメージを上げるなどすることで大ダメージが見込めるスキルです。スキルモーションもめちゃくちゃ個人的にはかっこいいと思ってるんですけど、対リジン戦においても活躍します。具体的にはですね、リジンは HP が一定以下になるたびに自分に一番ダメージを与えた自軍ですね、味方に対して国土のターゲットにしてくるんですけれども、チェンはスキルを発動した瞬間ですね、無敵状態になってるのでチェンは国土のターゲットになりません。そういった場合ですね、より遅く配置した味方が国土のターゲットになるんですが、なるべく自軍から離した位置に国土を誘導することで非常に対リジン戦やりやすくなったりします。スキル3を敵にぶつける場合はなるべく防御力が低い敵を狙ったり、敵の防御を下げたり、チェンの攻撃力を上げて大ダメージを狙いたいところです。チェンの性能まとめですね、素質1が非常に優秀で、その点ソーンズと非常に相性がいいと思います。星6前衛のソーンズですね、スキル3発動が遅いのが唯一のネックなんですが、発動さえしてしまえば射程も長いし対空攻撃もできるしで非常に強力なオペレーターなんですが、その汎用性の高いソーンズですね、スキル起動の重さをチェンの素質でカバーできますし、そのソーンズのスキル3が発動しきるまでですね、どうしても火力が足りない場面があるんですけど、そこら辺の火力不足もチェンは最初からスキルは使えますんで、そういったソーンズの序盤の火力不足のところもチェンのスキルでカバーできるかと思います。
います。チェンの問題点ですね、今後実装されるオペレーターのネタバレにもなってくるんですが、最速でですね来年1月のアークナイツ2周年のタイミング、遅くてもこれから3ヶ月前後くらいにはですね、まあおそらくって言い方になりますが、限定の威嚇のチェンが実装されると思われます。威嚇のチェンはですね狙撃タイプで非常に優秀なんですが、それの何がまずいかっていうと、その威嚇のチェンが優秀であればあるほどシステム上ですね威嚇と通常のオペレーターが同時に出撃はできないので、威嚇チェンが優秀であればあるほど前衛のチェンはどうしても割を食うと思われます。ちょっとその点が通常の前衛チェンの不遇なところですかね。育成についてスキル1もスタンが便利なんですが、スキル2だったり3がチェンのメインスキルになってくるかと思います。その点ですね比較的序盤から活躍は可能なんですが、するとだったりエイヤフィアトラーとかですかね、スキル2からまあ非常に強力で汎用性の高いオペレーターがいるんであれば、どうしてもそれらのオペレーターを優先した方がいいとは思います。チェン自体のですね育成の優先度を効率面で考えると結構低いんじゃないかなとは思います。交換についてですね、いろいろスキルなどの説明もしてきましたが、スキル2で周回の時短ができたりだとか、あとソーンズと素質的に非常に相性がいいだとか、スキル3で対リジン非常に適性があるとか、まあそういったものにですねどれくらい魅力を感じるかに尽きるかと思います。それらの要素に魅力を感じるんであれば、ぜひ交換検討してほしいですし、このチェンですねアーミアだったりケルシーと合わせてなんですが、アークナイツの看板のオペレーターとしてですね様々なアニメだったり PV なんかにも出てます。シナリオにもがっつり絡んでくるキャラクターなので、まあチェンが好きな人ですね、ぜひ育成だったり交換検討してみてください。相性のいいオペレーターについてです。スキル1でスタンをメインにするんであれば、範囲内のスタン状態の敵の物理ダメージを上げることができる W だったり、攻撃回復でですねチェンの素質の恩恵を受けることができるスタンスキルを持っているバイビークと相性はいいと思います。またチェンの素質の恩恵が受けられるということで、汎用性が高いスキル3ですね、非常に強力なスキルを使うことができるソーンズとも相性がいいと思います。チェンのスキル2を活かしたいって考えた時に、物理と術の複合ダメージなんですが、攻防魚攻術耐性の敵にはダメージの通りがどうしても悪いので、その点ですね物理と術両方を下げたり術耐性をがっつり下げることができるイフリーターがいると便利です。スキル3は手数が多くて非常にかっこいいし、物理の大ダメージを狙えるスキルなんですが、そのスキル3で敵に大ダメージを与えるためにですねバフデバフ役も相性がいいと思います。具体的にはチェンの攻撃力を上げることができるワルファリンだったり、敵の火ダメを上げるスズラン、敵の物理防御を下げられるシャマレだったりシュバルツと相性がいいですね。ガチャについて、手持ちが少ない人はオペレーターを自体を増やしたいので初回星5出るまでは引いていいと思います。ただし、まあ、先のことはまだ見通せないんですが、次の限定ガチャが最速で1月にある可能性があるっていう点は注意してください。限定ガチャに向けてですね天井分300回分ですかね確保したいっていう人は課金具合などと相談して今回のガチャ引くかどうか検討してほしいところです。今時点では新イベントが来るっていうことは確定してますので、まあそれらを考えるとですね今回のガチャスルーするっていうのも一つの手かもしれません。こんな感じですね。チェンはシナリオでもがっつり関わってますし、アニメ PV なんかでも非常に露出が多いオペレーターなので、ぜひですね育成や取得の検討などしてもらえればと思います。僕のチャンネルではアークナイツの性能解説だったり考察の動画などを投稿してます。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、よろしければもう一本僕の動画を見てもらえると嬉しいです。いいねボタンを押してもらえるとやる気もアップするので、ぜひお願いします。というわけで今回は以上となります。さようなら。